ばんは。いつもご視聴ありがとうございます。ですね、ちょっと今日は抱負というか、おかげさまで広告部門に戻りまして、ちょっと歌の動画が下火になってたので、皆さんにちょっと面白くないかなと思ったりもしてたんですけど、様子見てたんですね。そうするとやっぱり歌の動画でもオリジナリティがある人、動画にオリジナリティのある人は広告ついてる人もいるんですよね。ボックスで歌われてたり、字幕だけという方はやっぱりちょっと通りにくいみたいなんですけど、歌ってたからといって、広告が外れたわけじゃなくて、やっぱりね、あれはね、お試ししちゃったからみたいですね。音楽を。そのために2ヶ月もちょっと、こんな風になってしまって、ショックだったんですけど、で、ちょっとまあ様子を見てたんですね。もう二度とこの広告取り上げられたくないなということで慎重になっていたんですけれど、慎重になるべきところをすぐ消していいやっていうことで、歌う前に音楽が引っかかるかどうかを一旦上げたりしてたんですよね。そうするとやっぱりそれって重複で絶対かかってきちゃうんですよね。YouTube さん重複にすごく厳しいので、音楽を上げて見るっていうのを歌う前に音楽を上げてしまったんですよ、2ヶ月前に。それがやっぱすぐにおや、やっちゃったと思って、いつもは音楽に音を乗せて上げてみて、それから大丈夫だったら動画作るんですけど、歌う前に音楽だけ上げてしまったんですよ。多分あれがいけなかったんじゃないのかなと思うんですけど、それと疑わしいのをちょっとこう焦ってましたので、疑わしいものを何本かけたのと、どうしても消したくないこの2本、皆様のコメントもあるし、私はもう断固消しませんでした。で、正規化するとカバー曲申請が簡単に出てきますっていう説明したんですけど、やっぱり戻りましたらカバー曲申請出てきましたね。で、問題となりそうだったものもちゃんともあるし、疑問したてしたんですけど、なかなか外れなくて、でもう意を決してカバー曲申請をしたんです。収益化するとこのようにカバー曲申請できますので、カバー曲申請と同時、マルシー異議申し立てと同時にやってたんですね。いつもだったら収益化する前はとりあえず著作権侵害異議申し立てをしてたんですけど、収益化するとマルシー出てないのは順調にカバー曲申請、そうですよね。マルシー出てるからカバー曲申請が必要なんですよ。なので、マルシー出てないものはカバー曲申請はしなくていいんです。で、ということは、マルシー出てるものは、両方しなきゃいけないんですよね。著作権侵害異議申し立てとカバー曲申請と、両方いっぺんにすることになります。こういうふうにね。で、どうしようって、消そうか消すまいか、いや、絶対に消したくないと思って、断固残したこちらですけど、ちゃんと外れました。無事外れました。マルシーも外れました。っていうことは、私のオリジナリティと認めてくださったっていうことのようです。まあ良かったので皆様にもご報告したいと思います。歌動画であってもオリジナリティがあれば
YouTube さん OK ということをこれで確信しましたので、一応このモチベーションだいぶ下がっちゃったのと具合が悪かったの、昨日もほとんど眠れてないんですよね。まあちょっとそういうこともあってこうバタ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 しているので、動画を作る時間もなかったんです。まあ、生活のこともありますので YouTube さん優先でやってたんです。それもあって危険は犯したくない、せっかく戻っていただいた収益、ね、1年ちょっと前に契約になって収益つかなくなってやっと手にした収入、そしてもう一度取り戻したかったの、財産し取り戻してるんですけど、やっぱりないと困りますので、ということでまあ無事戻りました。そしてまあカバ曲動画はまあオリジナリティがあればちゃんとこうやって認められるということも分かりました。収録が終わっていた歌も何本かあったんですよ。一発トライ、一発チャレンジのシリーズなんですけど、あと何本かあったんですよね。でもまあこうなったからには反対に動画の方もちゃんと力を入れてオリジナリティあふれる歌動画を作っていきたいと思っております。で前から言ってました通り、やっぱり週3本動画を作ることも結構しんどくて、本当に意を決して他のことを差し置いても一生懸命だったんですけど、まあそれにはもういろんなストレスとかあって、ストレスわーっとなってても、やはり生活大事ですので、YouTube さんの動画作成とか思っていたんですが、ちゃんとこの収益も戻ってきて、前々から作られてた動画で、収入がある程度安定してきてますので、でもこれ、時期抜くのも怖いんですよね。だから、動画の質の良さに凝りたいと思っているんですけど、今一番欲しいのはマイクなんですね。スポーツカメラ用のマイクが欲しいんです。あ、ブーブー言ってる。すいません。どうでしょう、また消すの忘れてたんですけど、最近動画でなんかブーっていう音が鳴ってますよ。これだと思うんですよね。またついつい消すの忘れてしまいましたが、実は換気扇の音だったんですね。今換気扇止めましたので、これで音の方どうでしょうか、取りやすくなったでしょうか。私ねマイクが今欲しくて我慢ないんですよ。お家でこう静かな中だったら、まあ、この距離でカメラでもそこそこ音は取れるんですけれど、取材に行った時にね、ガヤ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 してるじゃないですか。でやっぱり他のお客様のことを考えると、そんな距離でちょっとねカメラ向かって大声でねお話しするっていうのもちょっと恥ずかしかったりするので、どうしても私の声よりも雑音の方が大きくなってしまいますので、今いろいろ試してるんですけど、ドライブ中ここの車のフロントのところに置くのでエンジン音がもろ入ってしまうので、この前から吊り下げに変えてるんですよね。吊り下げに変えて、まあ、今いろいろチャレンジしてるところなんですけど、食べレポの方にも力を入れたいですし、そしてアングルとか動画のこの編集とかもうちょっと凝ってみたいなとかも思ってるんですけど、今一番欲しいのはマイクなんですよね。でやっぱり取材に行った時の声の収録のが良くないので、スポーツカメラでもうちょっと音をよく撮りたいで、スポーツカメラにつなぐマイクが欲しくてしょうがないのが今現状なんですけど、
とりあえず動画の質を高めていきたいので、前から申し上げていた通り、週3回決まった月数に日に上げるのは、もうちょっと難しくなるとやっぱり思っています。その代わり、一生懸命、一生懸命といっても、ね、外線止めるの忘れたりしますけど、やっていきたいと思っています。今日は一応収益化した後のカバー曲申請の仕方をご案内いたしました。こうやって出てきます。マルチが出てるやつには出てきますので、情報しなくてはいけません。とりあえず情報不足という気持ちでいたらいいのではないのかなと思います。歌友の皆さんたくさんいますので、こんな前は私が収益化するとカバー曲申請が簡単にできたかと思いますって申し上げてしまったので、実際もう一度収益化されて見てみたら両方するようになってます、それでやってみて気に入っておりましたのでご報告させていただきます。でしばらく歌動画の方を休んだのは、ただただ映像の方を作るのがモチベーションが下がっていたのと、いろんなことで重圧かかってて、生活優先ですので、ああもう動画作らなきゃって頑張って時間無理に作ったんですよね。他にもやらなきゃいけないことあるんですけど、自動車では目先の生活の方が大事です。私昔から言ってたことは、時間はないっていうんじゃなくて作るものだっていう考え方だったんですけど、でも私ね24時間で昔も足んなかったんですけど、体悪くしてから病院行かなきゃいけないし、働くために体をある程度維持するために病院行かなきゃいけないですし、本当に病院に縛られてる、まあ仕事に縛られることもありますし、生活に縛られるということは仕事に縛られ、病院に縛られるということですね。そして、まあ、YouTube さんから YouTube さんにも縛られてるようなものですけど、なんとか YouTube さんに助けていただこうと頑張っております。はい、さてしばらく羅針盤トークはお休みです。っていうのはお題の方を募集したんですけど、リクエストが来なかったんですよね。また私ストレス溜まったら皆さんに聞いていただきたくていろいろ言うと思うんですけど、今ストレス溜まってること同時進行で本当は言いたいんですけど、っていうか本当にバカばっかりかっていうことなんですけど、本当また信じられないようなおバカちゃんたちに異常な迷惑をかけられて、こんなことがどうして起こるのっていう感じなんですけど、ちゃんと普通に言ってるんですけど、私がバカなんですよね。どうしたらいいでしょうね。私はちゃんと言ったり言ったりしてるんですけど、相手の思い込みが今までも言った通り、私はこういう相談をしているのにこういうことだと思い込んでしまう。私一生懸命言ってるんですよ、バカだからですかね。まあちょっと本当にまたすごく困りました。だからちょっといっぱい喋りたくなってくるんですけど、プライベートのことはあまり具体的にも話してませんし、できれば羅針盤トークは皆様のリクエストに従ってお答えしていきたいと思います。昔は羅針盤のような人と言われてたので、私ばっかりがこのストレスをお話しするよりも、こういう人についてどう思いますかとか、
こういう人の対処法とかどうしたらいいですかみたいなのがありましたら、昔の自分を思い出していろいろこうトークしていきたいと思っておりますので、どうぞリクエストの方よろしくお願いします。写真版トークの方も本当は頑張っていきたいので、ね、結構ね、ピクワックめちゃくちゃ苦労してるんですよね。でよく言われるのはバカと関わり合うから不幸を呼んでるって言われるんですけど、バカとの関わり合い方がなんかうまくなくなっちゃってるのかなって。昔はあこの人にはこういう言い方しないと通じないかもっていうのも分かったんですけど、あーこの人にはっていうのが分かるのにすごく時間がかかってしまうんですよね。普通こういうやー分かるだろうってっていうのを分かんない人がいるわけで、まあバカなんですけど、困ってます、はい、すいません。それでは今日も聞いていただきありがとうございます。皆様のリクエストにお答えして羅針盤トークもやっていきたいと思っています。本当に本当によろしく、本当に本当にリクエストよろしくお願いいたします。はい、本日ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見ご要望ご感想をコメントください。ではまたね。